文明、文明、ラテン語、シビラゼイシオキーウィーリザティオとは、人間が作り出した高度な文化あるいは社会を包括的に指す。文明が発生するには、まず前提として農耕による食料生産の開始と、それによる余剰農作物の生産がなければならない。最初期の農耕は、オリエントの肥沃な3日、ガツ地帯において1万千年前。 パプアニューギニアで9000年前の証拠が発見されている。これらは2万年前に最も寒くなった最終氷河期の終わり1万年前に相当する時期にあたる。この時期は BC5300 年頃にはメソポタミアにおいて灌溉施設が建設されるようになり、ウバイド文明と呼ばれるメソポタミア最古の文明が成立した。その後、紀元前4000年頃からは、 ウルやウルクといった都市がメソポタミア南部に相次いで建設されるウルク期と呼ばれる時期に入り、BC3200 年頃には設計文字が発明された。なぜ人類社会が高度に組織化され文明が発生するようになったのかは明確には分かっておらず、いくつかの説がある。この中で乾燥化や地球寒冷化などによって、人々がより条件の良い土地に移して集中するように、 なり、その人口を支えるために大規模な農耕が行われ、文明が成立したとする説がある。西欧語のシビリゼーション、英語などの語源は、ラテン語で、都市、国家を意味する、キビタスに由来する。ローマ時代の文明とは、字義通りに都市化や、都市生活のことであった。マルクス主義の考古学者。 ゴードン・チャイルド、1892年から1957年の定義では、文明と非文明の区別をする指標として、次のものを挙げている。上記の定義は、一つの連続する過程として説明することができる。まず農耕が開始され、効果的な食料生産によって、農耕民たちは、大きな人口を抱えるようになる。また、これによって、大きな余剰の作物が生まれ、 その富をもとにして、農業以外を制御とするスペシャリストが生まれ、多様な職業に従事する人々が生まれる。同時に、食料生産をより効率的にするためには灌漑施設の建設などの土木作業が不可欠であり、これを可能にするために社会の組織化が推進される。こうした事業はしばしば法上などを神に祈るための信仰と結びつき、 食料余剰を管理しより増産を進めるための機構として新観覧が生まれる。また、食料生産の過程で富の偏在が生まれ、富裕なものは他者に対し優位に立つようになる。この二つのシステムは結合し、こうして政府と階級が生まれる。上層の階級のものはその存落のみならずやがて周囲の存落にも影響を及ぼすようになり、 一つのまとまった支配権が誕生する。こうしてより富が集積されるようになり、さらに増えた人々やスペシャリストたち、そして支配階級の者がまとまって居住する支配や公益の拠点、いわゆる都市が誕生する。支配層が統治の必要から社会システムを発展させていく中で、文字や記念碑的公共、建造物、芸術様式を発達させていき、 一つの文明が成立することになる。ただし、上記の指標はすべて揃っていなければならないわけではなく、例えば、アンデス文明は文字を持たなかったし、アンデス文明及び、アステカやマヤといったメソアメリカ文明においては、近術も、鉄器レベルまでには達していなかった。チャイルドの定義以外に、すべての文明に共通するものとして、次がある。シュメール文明の成立以前の、 クナな3日、ガツ地帯にあった、新石器時代のエリコや、チャタルヒュユクのような初期定住社会は文字を持たない。これに対し、考え文明である、シュメール文明は文字を持ち、記念碑的施設を持っていた。メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、コーガ文明は考え文明で、都市への定住と分業、パピルスや粘土板、 地区間に記された文字などの共通の特徴を持つ。上記の四大文明は全てタイ湾の流域に存在しており、エジプト文明はナイル川、メソポタミア文明はティグリス川というフラテス川、インダス文明はインダス川、黄河文明は黄河をその存立基盤としていた。特にエジプト文明においてはナイル川の氾濫は上流から肥沃な土を運んでくるものであり、 その定期的な反乱を利用した反乱の孔が文明の基盤となった。そしてこの反乱を管理する必要性から文明が徐々に発達してきた。これに対し、特にメソポタミア南部のシュメール人居住地区ではナイルガー流域に比べ反乱が強力なものであり、このため反乱は利用するよりも制御されるべきものとなって代わりにこの地域には広く考え網が張り巡らされ、 その考え濃厚の管理を通じて文明が成長していった。ただし、大河の存在は必ずしも文明成立の必須要件ではなく、メソアメリカ文明やアンデス文明においては文明圏内に文明すべてを支え切れるような大河川は存在していなかった。しかし大河がないからといって考えが行われていなかったわけではなく、上記文明以外でもすべての文明は、 食料供給の基盤として、灌漑農耕を据えており、これはアステカやインカといった新大陸の文明も例外ではなかった。アステカは地南波農耕と呼ばれる湿地での優れた灌漑農業システムを保持しており、また山岳地における溶水路を利用した灌漑農耕も行われていた。インカにおいても各地で灌外は行われていた。 マヤ文明においても考え用の水路は概して規模は小さいものの各地で見つかっていい。これまで独自の文化圏を持つとして文明に分類されたものを挙げる。伝統的に文明は野蛮や未開と対地されてきた。ここには高い文化を持つ文明の光とその光が届かない野蛮や未開の闇という世界像がある。都市生活の素晴らしさや野蛮、未開の劣等性を 知識人たちが疑わなかった時代には文明とは何かという理論的問題は発生しなかった。しかし、そこが疑われるようになると自民族、自文化中心主義を取り払った文明の定義が求められるようになった。20世紀前半まで圧倒的に主流を占めたのは劣った野蛮に対する優れた文明という見方で文明を定義するものである。歴史や 社会の発展段階論に結びつくと野蛮は未開とも呼ばれる。この見方はギリシャ、ローマと西欧、ローマ人大蛮族に共通のものであり、また中国の中華思想、朝鮮の小中華思想、海の別は王家に欲するかどうかで本国、いわゆる中国と周辺複属、エビス、独立地域を分けた。これらの思想は自文明中心主義と結びついて、 周辺支配のためのイデオロギーとなった。文明概念は、文明人は野蛮人より、文明国は未開社会より、優れた道徳的規範を持ち、優れた道徳的実践を行うと想定する。文明は人道的、寛容で、合理的なもので、逆に野蛮は、非人道的で、残酷で、不合理なものとされた。文明側の自己賛美は、 それが文明人の間の行動を規制するために主張された時には道徳性を強める働きをしたが野蛮人や未開人に対して主張された時には文明人による非人道的で残酷な行為を正当化することがしばしばあった。しかし同じ分類方法を取りながら野蛮や未開の方がたくましさ、自由、道徳性の点で優れていると考える人々もいた。 高貴な野蛮人という言葉で要約できる。この考えは、ローマのタキトゥスにその片鱗を見ることができ、後に、西洋近代に、ロマン主義として、一大流行になった。とはいえ、この考えが主流派に対する異議申し立ての地位を超えた、時代はない。近代西洋における、歴史の進歩という考えは、未開から段階を踏んで高度な文明に達するという、時間的区別と、 文明的西王、反未開あるいは、反文明のアジア諸国、未開のその他地域という地理的区別とを重ね合わせた。啓蒙主義の時代には、文明は、野蛮を征服し狂気するものであり、またそうすべきであると考え、また対外的な侵略と支配を正当化した、帝国主義。19世紀には、進化論が大きな役割を果たし、 社会進化論を生み出して、文明と野蛮について説明するようになった。本来、進化には、下等から高等へ一直線に段階を経るといった意味はなく、また進化しなかったものが即劣っているというわけではなく、それぞれの環境において、どのように適応できたかというのを考察するものであった。日本や中国などは、近代化にあたって、文明と未開の二分法はそのままに、 文明の内容を西洋文明に置き換えた。明治日本では文明開化と呼ばれた。近代以後におけるドイツになどにおいては内面的、精神的な文化に対して外在的、物質的なものを指して文明と捉える考え方も広がった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。